はい、お疲れ様です。えー、今日は、YouTube 収益公開時給1万ってまた大げさに書いたんですけど、まあ、大げさじゃないな。まあ、時給1万円っていうのも過言ではないと思うんですけど、あのー、何っていうとやっぱこういうセミナーとかさ、ま、あこれ後で深く説明するんであれですけど、YouTube ってね、本当に、ま、あみんな、俺は、ま、会った人にみんなにおすすめするんですけど、ま、あその辺の話もできたらなぁと思います。 え、あと、あ、チャンネル登録ありがとうございます。あの、さんま、今、5000超えたんかな今。6000ぐらいまで来てるんで、もうまたね、皆さん、あの、また面白いなと思ったら、あの、チャンネル登録もして、あの、随時セミナーも、ちょこちょここうやって話すのもあげてますんで、ぜひ、また登録お願いします。えー、じゃあ行きましょうか。はい。えー、塗り替え道場の、まあ、YouTube、本音の収益か。 あの、ま、あお金の話もそうなんですけど、まあ、よくコメントで、なんかあの、何どうなこうなーって、ね、儲かってるでしょとかなんかもうそんなにお金お金がま、あ今日もコメントなんか腹立つだったら、金になんかどうのこうなとか、知りもせんくせに、たわけたこと書いてくるやつだったんで、まあ、あれですけど、 まあ、一回ね、俺も YouTube じゃあ何のためにやってんのっていうのからも含めてちょっと話すんですけど、うん、ちょっとお付き合いください。まあ、その後に、あの、しっかりちょっと、本当に YouTube、まあ、誰でも稼げるよとは言わんけど、まあ、その、ノウハウ的なことをちょっと後でやっていくんで、ちょっとまずね、うちのチャンネルがじゃあどうかっていうのをちょっと話し,していこうと思います。えー、まず第一番。時給換算するといくらみたいなのは、 なんていうんですかね。まあ、ぶっちゃけその現場で撮ったりすると、本当半日、一日かけて1本、2本しか撮れないっていう時もあるから、時給換算すると大変なんですけど、まあ今ほんで職人さんが要件見てくれてるじゃん。だけどさ、ぶっちゃけ本当にこの、事務所でこうやってね、こうやって撮ってるのなんて、まあこれ資料作ったり撮り直したりしても、やっぱ1時間かかんないんですよ。で、じゃあ、1再生、あ、1再生あ、どれぐらいで利益出るのって言ったらね、1本の動画に対して。 最高出たのは本当20枚ってないかな17万だったかなまあちょっと大げさにっちゃったかなうんでまあね1再生あこれまあ3枚に書いてあるね1再生いくらになるのっていうのは大体みんな知っとると思うんですけどなんか0.3とか2とか聞いたことあると思うんですけどぶっちゃけこれって再生数でなんか例えばその高所得者とかそういう人がいっぱい見るような動画ってさ結局広告主がお金出したでしょ で広告主、まあ、うちも YouTube に広告上げたことあるんですけど、お金払ってね、あの、会社ので、愛知県とかにしか出てないと思うんですけど、愛知県とか、まあ、エリア設定できるんで、うん、だから、まあ、例えば東京の人とかで広告、ね、いろんな会社がめっちゃ打つとこで、で、ターゲットがもうハマるところ、例えば高所得者で30代、40代、まあ、わかんないけどね、子供向けの広告もあるだろうし、でもまあ、大人向けって不動産だとか、株だとかって一番、ね、 広告打ちたいとこじゃないですか。でそういうね、30代、40代、男性、うん、高所得者、あの東京、ここら辺の地域に住んでるとか、まあ、広告打つ時にすっごい細かく設定できるんで、あのー、それに要は結局ハマると、結局高い広告費出さないと、みんなに競り負けちゃうわけでしょ。俺は10円で広告出す、20円で出す。じゃあ俺は25円で出さないと、競り負けちゃって広告が再生されないんですよ。だから、うん、なんか、 そういうのがあって、なんかその単価が決まるみたい。だってうちの動画も一概に言えないんですけど、0.3だとか7とかはつくんですよ。それ、見れるんだけど。で、まああんまりそういうの意識してなくただ俺は、まあ後で目的も話すんであれですけど、あの、職人さんに見てほしいっていうのがまず第一前提で動いてるから、うん、まあそれは次のステップにあるんだけどね。いろいろやりたいことが。うん まあちょっとお金の話ばっかりだとあれですけど、その2番、どれぐらいお金かかるのっていうのか,なんかちょっとバラバラになっちゃうんですけど、あのお金はかかんないの。今俺はビデオカメラとか結構ね、また今度それも紹介したいなと思うぐらい、すごいいいカメラとかめっちゃ買ってる。よまあ好きだからね、俺はもうそういうのが。だからすごいそういうのにお金かけてるんですけど、実際にはその別にスマホでもできるし、やってる人もおるもんね、スマホで。 全然うちよりすごいチャンネル何、ね、100万人チャンネル登録、まあ、100万人かどうかじゃんけど、そういうね、何十万チャンネル登録みたいなので、スマホでやってる人もいるぐらい、別に機材っていうのはそんなにお金かかんないと思うんだよね。で、俺はさあ、まあ、こういうのが好きだから、ね、買ってるけど、うんまあ、実際のところは、そうやってね、いろんな、まあ、スマホとかで十分だし、こんなピンマイクなんか1000円2000円で買えるわけじゃん。で、十分だよね。 で、結局はさ、何っていうと、やっぱ、必要なもんって見られるじゃないですか。うん。だから、なんつうかな、俺は別に、な、なんでもいいと思うんだよね。俺が喋ってることも大したことじゃないと思うんだ結局。だけど、まあ、経営者やったり何やったりっていうのがあるからさ、うん、まあ、人には知らんことが伝えれるって、まあ、あるんで、こうやって話してるんですけど、でも人が知りたいのって案外、 そういうのじゃないのもあるでしょなんか再生伸びてるのいろいろ俺も勉強してるんですけど、なんかたわいもないことの方が伸びてるとかご飯とかね。だから、動画なんか何でもいいと思うんですよね。ただ、そこに、なんちゅうかな、需要があるっていうか、見てて楽しいと思える人が俺、俺見てて勉強になったとか楽しいとか思える人が、俺は再生数は伸びると思うからね。うん。じゃあちょっと、まあ次行きましょうか。 うん、で、YouTube は真剣におすすめですっていう。まあ、俺、本当にさ、まあな、なんでこれ撮ろうかって言ったら、まあ、儲かるよ、儲からんよっていう前に、なんか俺もみんなに本当にお,おすすめしたいんですよ。本当に友達とかにもね、めっちゃ勧めてるんですけど、それは何って言ったらね、うーん、なんかね、うまく伝わるけど、まあ、もちろんお金もあるけど、なんかね、その、まあ、俺はまあ、その会社としてやってるから、なんかさ、 まあ、うちの会社でも広告宣伝費ってすごいお金かかってんの。まあ、求人費だとか、ね、あのー、見積もり依頼を獲得する方法だとかね、あのー求うん、求人、見積もり獲得用のそのホームページ、折り込みチラシとか、ね、いろんなものがお金かかるんですけど、結局、芸能人の給料も広告宣伝費じゃん。だって、あの、テレビ番組作るっていうのも広告宣伝費、会社がお金出して、 スポンサーになってお金出して、その人たちのスポンサーからの金が芸能人とかの給料に変わってるわけでしょだから、なんちゅうかな、俺はこの広告をやって、その広告っていう、あ、YouTube をやって広告っていうのをすごい今勉強、猛スピードで勉強してるって自分が感じてるんですよ。ね。だからなんか自分が発信できるところを持ってる人って強いと思うんだよね。 なんかさ、アンチの人とかもバーって書くじゃん、こういうところに。で、アホなことほんといっぱい書いてくるけど、結局そういう人たちって誰も人から話聞いてくれないからなんか嫌がらせしてんのかな、みたいな。<laughs> たわいもないこと書いてくんだよ、バーカとか、<laughs> ほんとハゲとかさ、アデランス行ってこいとか、ほんとにそんなこと書いてくれるやつもおんの。うん、だけどそういうこと書く人って多分、寂しいっていうか誰かに見られたいとかがあるんだよね。うん、わ、ま、わかんないけど。 でもね、うちはこうやって YouTube やったことで、やっぱ、な,なん、ちゅうかな。変な誤解も、まあ、生むこともある。やっぱね、ふざけた動画も上げてるから。だけど、まあ、自分たちがこうやって発信してることで、やっぱ求人、ね、人も集まってくる。あの、うちの会社に会う子が、まあ、集まってくるわけじゃん。だけど、まあ、YouTube 見て、楽しいだけを勘違いして来て辞めたって子もおるから、まあ、一概に言えないけど、まあ、もちろん今一生懸命頑張ってる子もいるしね。 で、あとはね、近所の人でも、あうちの会社で働こうかなと思って、求人見て、で、その YouTube 検索したら出てきたとかさ、あとはもうお客さんがもう本当にね、よく見てくれてる。俺もお客さんのね、ところ行って YouTube の撮影とかでお客さん喋ること多いんですけど、あの、やっぱり YouTube 見てますよとか、あの、こうですよね、ああですよね、とか、あの、この職人さん知ってますよって、 だから、うん、まあ俺は本当に YouTube やって、まあまず良かったっていうのが一つだね。うん。あ、まあおあ、ごめんごめんごめん。おすすめの話だった。ね、何を撮ったらいいかわかんないとか、何から始めればいいのとか、どんな動画再生数が伸びるのって、うん、まずね、何を撮ったらいいかわかんないって本当に言われる、周りから。YouTube やりたい、でも何撮ったらいいかわかんないの。でも なんちゅうかお俺本当ほんとたわいもないことをも喋るじゃん。だから、俺なんでもいいと思うんだよね。まあ俺はその職人さんとかいろんな集めたい人たち、こういう人たちに見てほしい。で、ね、全国に今度発信していきたいって思ってることが、まあちょっと来年からもう早速ス,カスタートするんですけど、またそれは来年は話すんだけど、あのー、ね、なんでもいいと思うんだ。猫が昨日こんなことしましたとか、伸びてるじゃん。猫映してるだけでも伸びてるしさ。 で、子供と昨日喧嘩したとかさ、父親の悩みでもさ、まあ女の人だったら母親の悩みでもなんでもいいと思うんだよね。で、顔なんか隠してもいいと思うんですよ。だって別に俺の顔なんか別に見たくて見てる人じゃないでしょ。まあ経営者としてね、やっぱある程度成功してると思って、ああ、こういうやつはどんなこと考えて生活してるのかなと思ってやっぱ気になってみると思うんですよ、うん。まあそうやって言われるしね、いろんな人に会って。うん、だから、 うん、本当にどんなことでもいいし、俺も YouTube 見てて、やっぱね、ご飯、食べ物の動画とかも見るし、逆に静かな、ね。あの、別に面白くなくても見てる。面白いだけが見たいもんじゃなくてさ。別に面白くなくてもこう,うセミナーで伸びるやつもあるじゃん。だから俺どんなことでもいいと思うんですよ。うん、な何を撮ったらいいのかわかんない。うん。で、何から始めればいいのかわかんないって言ったら、まあ本当にね、携帯でちょっとまずそうやって、お面かぶって、 うん、自分取って、まあ、10本20本取ってみえんだよね。で、そのうち1本か2本あげえいいじゃん、別にね。だから、うん、どんなことでも始めれば、うん、ある程度利益になるしね。で、うちどんだけ儲かってんのって言ったら、本当に1日ね、3万とか入ってきてるよ、今でも。3万超えてるよ、今。ただ、うちはその現場がっつり取ったりとかね、職人手止め足して取るから。うん、じゃあ、儲かってるかって言ったら別に儲かってない。もう経費使ってる方が多いと思うけど、 うん、それってでも自分の家でこうやってでもセミナーの方が完全プラスだよねだって俺こうやって夜にさ、まあ、時給計算したらそれは俺時給高いでねあのもちろん合わないと思うんですけどただこうやって夜とかに1本2本でも取って帰ろうかなーってやっていけばまあね大した手間じゃないじゃん 1, 1本1時間ぐらいかなようかかってだけどこれがねそのある程度バーンって再生数伸びるやつもあるもんでさあ10万とか超えたらだって10万超えたら まあ最低でも3万入ってくるでしょ多分3万4万5万とか入ってくるんちゃうのかない手したらすごくないだって本当に俺ほんすごいと思うんだよな YouTube だからみんなも俺,俺本当につまんないことでも伸びると思うんですよねうん俺が見たくなくても別に見たい人おるしさで中学生でも何でもいいじゃん中学生がね今日ねまあいじめられちゃったでもいいしこんないじめがあったとかさいじめ チャッターで見ても、まあ、いじめちゃったは良くないけど、まあ、もちろんだけどこんなん見たとかさ猫の死体見たとかさなんかまあ何でもいいじゃん、まあ、死体とか言ったらあかんからまあいやなんかドキッとすることでいいだと結構伸びるんだよねで俺もやっぱドキッと自分がドキッとするような経験いっぱいしたから、まあ、そういう話を今練り込んでいってるんですけどただ本当に10本20本30本40本撮ってくるとまあ俺もう400本500本ぐらい動画撮ってるからね まあそうするとなんかいろいろまた変わってくるから、まずは10本取ろう。で、今度10本取ったら50本取ろう。50本取ったら今度100本取ろうって、ち、まあ、っちゃい目標を立てていけば、ねでで、考えて、1日1本取ったって年間365だよ。うん。で、二本取りは別に半分でいいや。でしょうん。俺はもう絶対やった方がいいと思うんだけどな。うん。で、本当にまあお金よりももっと得るものがあるっていうのは、まあうちは本当にそうですね。 まあさっき会社の話もしたけど、うん、まあ、いろんなこ、まあやってみんとこれなんか,なんかうまく伝えれんけど、まからなんか、まあなんか、別に目立ちたがり、まあまあそれもあるなあっていう感じで、なんかエゴに聞こえちゃうと嫌だから、んあんま言わないけど、うんアンチみたいなやつがさ、やったこともないやつがギャーギャー言うやつおるでしょ。なんでまあそういうやつがおるもんであんまり言いたいんですけど、 やってみたらわかる。だってまず10本撮ってあげてみて、もう100再生とか200再生した時の、うん、喜びってもう何とも言えないし、うんやりがいあるしねうーん。で、あとはやっぱね、コメントでいいコメントくれた時の、やっぱ嬉しさもあるし、あ、また一生懸命発信していこうかなーってやっぱ思えるしさ、ね。これでもやっぱ社長のこの意見聞けて、明日から こういうふうな考えで生活できるようになりましたって言われると嬉しいじゃないですか、やっぱ。コメントしてね、マジで。<laughs> うんまあちょっと今日、つまらん話になっちゃったかもしれないですけど、まあ、YouTube の、もうお金の話ってあんまりね、もっと具体的に話してあげればいいんだけど、まあお金の話よりも俺は伝えたいことが、ぜひ、10本でいいからまずやってみてって、うん。そこのハードルの方が俺は高かった。 なんで、10本超えたらもう大したことじゃないし、ああ、それからやめ、やめるやめるなんだって考えてもいいからさ、うん、ぜひやってほしいなと思いますので、ね、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。